去年北九州はクラブ史上最長の9連勝もありまして、一時首位に立ちました。しかしその勢い、前半45分が始まりました。その山本引きつけてサイド荒木、もう一度泉沢左で作ります。クロス三平、ファインセーブ泉沢ですね、すみません。泉沢からいいボール入って三平がしっかりマークを外してね、もう決定的なシーンでしたけどもね。守備の時間です。キッカーは長谷川です。右利き、メンデス、ゴール前こぼれた、ここも吉丸、三平のシュートはブロック、新井のシュートはバーの上、再三狙います。まずここのヘディングに対してしっかりディフェンス行きましたし、吉村もフィスティングしました。この後ですよね、西村縦サイドを攻略、甲府関口のクロス、メンデスのシュートはバーの上じゃないんですけどもね、スピードの変化だけで抜き去らずに上げて、でメンデスっていうところでね、やはり三平収まった、裏に抜けた泉沢、かわした泉沢のシュート、少し迷うようなそういうボールで、しっかりそこを泉沢見てワンタッチでかわす、で最後ねこうディフェンスが完全に目に入ってると思うんですよね、ここね。ただそこをうまく浮かせながらゴールに流し込んだ、いや生駒がうまく守備しましたね今ね。そうですね、ここで前半終了のホイッスルです。前半は後半45分が始まりました。村松から長いボール、右三平抜け出したシュート、ファインセーブ、志村いい、ね、複数得点追加点というところが、ね、入れられるシーン、何度かこのシーンもそうですよね。決定的な場面を入れていかない、荒木のクロス、関口が上げたボール、長谷川その奥、泉沢まだキープ、三平野津田のシュート、野津田を見ていたんですけどもね、しっかりここもねインサイドで狙ってはいましたけど、長田から荒垣、中には3人4人、クロスメンデスが弾く、生駒のシュート、キープ戻した、針ヶ谷フェイント、左足、ここですよね、完全に滑りましたよね、野沢ですかね、はい、で左足を振り抜いたんですけども、富山から荒垣、前走る前川、前川へのボール、キーパーと1対1、前川かわした、岡西をかわした、少し大きくなった前川、シュート打った、ファインセーブ、最後詰めた、富山のゴールで追いつきました北九州、そのこぼれ、富山やはりストライカーらしいポジショニングからね、ここ相手より先側から関口カットイン、左足でクロス、ファーサイドの荒木、落としたボール、泉沢バー直撃、泉沢から三平、前を向く三平から通った、取り替え、かわした、しかし体を張って守った岡村、一人かわす、関口のシュート、こぼれたメンデス、狙いを定めたメンデスのシュートは左、少しただその前の取り替えの突破っていうのは見事でしたけども、北九州も最後までね寄せていくんですよね、ここね少しファースト、しかし三平カット、右サイドに開いている三平です、クロス有田、もし本当に見えていたらフリックでも面白かったですけども、やっぱストライカーですからね、ここ狙っていきましたよ、先に新井が戻ります、もう時間はほとんどありません、岡西が蹴る、そして試合終了のホイッスルです。